女優の坂口涼子さん。70年代の伝説のドラマ「前略おふくろ様」で証券演じるサブちゃんの恋人役かすみちゃんを演じていました。まだ20歳になったばかりの頃で、その可愛らしい上目遣いにどれだけの世の男たちの心がわしづかみにされたことか。しかし彼女の人生は不幸と幸福が常に隣り合わせだったと言っても過言ではありません。どうしてそうなったのか、そんな坂口涼子さんのことを気になって調べてみました。坂口涼子さん、旅立たれてから早7年が経ちましたね。2013年3月27日、享年57歳。大腸がんでの肺炎併発によるものでした。ここ数年は、娘のアンリさんが話題になるたびに思い出すことが多かったのも事実です。改めて見ると結構知らなかったことも。坂口涼子さん、出身は北海道余市郡余市町。ミスセブンティーンコンテストでの優勝がきっかけで芸能界入りしています。16歳の時にフジテレビのドラマ愛ちゃんが行くで主演デビュー。愛くるしい顔立ちと親しみやすいキャラクターでたちまちアイドルとしてブレイクした後は、タンポポ、前略おふくろ様、犬神家の一族、池中玄太80キロなど人気作品に次々と出演しています。芸能人生に一品の不安もなかったはずの坂口涼子さんですが、私生活では真逆だったといいます。意外にも2度の結婚をしていて、1度目は1986年30歳の時に不動産会社役員の田山恒彦さんと結婚、なんと18歳も年上のバツ2の子持ちの男性でした。その後男女2人の子供を出産。これが坂口安里さんと兄の坂口直彦さんです。しかしこの結婚によって坂口涼子さんの人生は暗転します。実はこの旦那さんがくせ者だったのです。表向きはやり手実業家でしたが、いわゆる地上げ屋だったと言われています。バブル期には不動産王とも呼ばれたほどでしたが、バブル崩壊により会社が破綻し、多額の借金を背負います。当初は一緒に頑張ると言っていたものの、結局はその後1994年に離婚するのですが、そこでとんでもない目に遭っていたのです。元夫に多額の負債を無断で連帯保証させられ、しかも結婚前からの資産も全て無断で処分されていたそう。そして、元夫は姿をくらまし、負債額40億円以上を背負わされます。完全に裸一貫で、二人の子供を女で一つで育てることになった。坂口涼子さん、その返済のためにギャラが安かろうが、がむしゃらに働き、わずか10年で完済したそうです。いくらスターとはいえ、途方もない金額を稼がねば、という心労は凄まじかったと思います。実は、そんな坂口涼子さんを支えてくれる大事な人ができたことが大きかったのかもしれません。その大事な人とは、ジェット尾崎、プロゴルファーの尾崎武雄。1998年、二人は知人の紹介で知り合い、長年の事実婚状態だったといいます。ようやく、最愛の人との幸せな生活を手に入れたはずの坂口涼子さんでしたが、なんとまたしても不運が彼女を襲います。大腸がんを宣告されてしまったのです。幸い初期だったというものの、2011年にあるドラマに出演した際には周囲に悟られないように気丈に振る舞ったものの、抗がん剤治療を受けながらの出演だったため、別人のように痩せ細った坂口さんを見た周囲から心配の声も上がったほど。それでも坂口さんは、体調は悪いけど出させてほしいと懇願したそうです。なんというすごい女優魂でしょう。一方でお酒とタバコだけはやめられなかったそうです。そうして病気も承知の上で2012年に
15年間も事実婚であった尾崎武雄さんと再婚をしたのです。それはちょうど亡くなる1年前のことでした。坂口良子さん、なぜその体でそこまで仕事にこだわったのか。それはあの巨額の借金返済のためにがむしゃらに働き、その間育児ができなかったことを悔やんで子供たちに罪滅ぼししたいとよく口にしていたそうです。どんだけいい人なんですか。そんな体でタレントだった娘のアンリさんのために病名を腸閉塞と偽ったまま、バラエティなど女優には畑違いの番組にも親子で積極的に出演していたのですね。まさに命を削ってまで償ったのです。聞いただけで涙がこぼれ落ちます。母の深い愛情を感じますね。坂口良子さんには前夫との間に二人の子供がいますが、娘のアンリさんは今はご存知の通りで苦しんでいらっしゃいますが、お兄さんの坂口直彦さんは頭も良かったんですね。慶応義塾大学の医学部を卒業し、そのまま慶応義塾大学の大学病院に、現在は勤務しているエリート医師だそうです。慶応の医学部なら学費は2000万円はかかったはずです。負債の返済もあったでしょうが、それも坂口良子さんの息子さんへの罪滅ぼしだったのかもしれませんね。ですから坂口良子さんも息子の直彦さんにだけは自身の病のことを隠し通せないと思い、もう長くないことを伝えていたそうです。しかしアンリさんは尾崎さんと兄だけが知っていて、自分だけが知らなかったことで母と娘の間に亀裂が入ったとも言われています。もちろん尾崎さんともしかりです。アンリさんの今の状況を思うと、自身のことを最も理解して愛してくれた母がいなくなったことで心が壊れてしまい、改めては言いませんが、あんな風になっていったのかもしれません。坂口良子さん、あまりにも短く激しい人生でしたね。人は最後に人生を振り返るそうですが、その彼女の最後の言葉は、家族っていいな。これが彼女の答えだったんですね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は、笑顔が素敵だった坂口良子さん、いい人で本当に美人だった彼女、歌人薄命とはよく言ったものですね。あちらではどうかゆっくり過ごしていただきたいものです。ご冥福をお祈りいたします。合唱。それではまた次回お会いしましょう。